岸本隆一は日本の男子プロバスケットボール選手である。B リーグの琉球ゴールデンキングスに所属している。沖縄県名護市出身。ポジションはガード。背番号14。名護市立矢部中学校2年時にジュニアオールスターを経験。高校は沖縄県立北中城高等学校に進学し、インターハイ出場。卒業後は大東文化大学に進学。4年時にインカレ出場。2013年1月に BJ リーグの新人選手契約制度により、琉球ゴールデンキングスに入団。2013から14シーズンは、チームの主力として、レギュラーシーズン47試合に出場し、新人賞を受賞。秋田ノーザンハピネッツと対戦した、プレーオフファイナルでは、34得点を挙げて、MVP に選出された。2015から16シーズンでは、チームキャプテンを務めることが発表された。同シーズンでは、BJ リーグの日本人選手による1試合最多得点タイ記録の41点を挙げ、チームを勝利に導いた。翌2016から17シーズンでも、引き続き、チームキャプテンを務めることとなった。2016年7月11日、第38回男子ウィリアム・ジョーンズカップに出場する日本代表のメンバーに選出された。日本代表時の背番号は41番。2016年12月7日、日本代表候補重点強化選手に選出。ありがとうございます。